オッケー、2体目ゲット。さあどんどん行こう。はいどうも、妖怪三国志ニトリオーズ今回もやっていきます。はい、今回はね、京都イベントウィスマロマン撃破やっていきたいと思います。今回はね、緊急で3倍回遊券というか3倍をねやってドロップのね感じを検証していきたいと思います。一応今のところは緊急で仲間がドロップ 10突までだね。そして、仲間になる確率の必殺は効かないし助っ人も効かないと。でミニ限界突破の書もドロップしますよっていうところだよね。うん、そしてあともう一個はね、お宝クエストね、これのねちょっとあんまりいきなり言っちゃあれなんだけど5倍も1回ちょっとやってみたいなと思いますね。はい、で特に今回はねあとあれだよね、 T コマさん持ってると緊急じゃなくても、うん、ゲットできるって感じかな。緊急バトル以外でもで、インディ・ジョーズ・ゴールドは、ドロップ3倍という感じだね。で今回ね、かなりすごくて、あれだよね、ミニ限界突破の書も結構この、うん、もらえて、で今ねちょうどウィスマロマンの共闘この達成まで来てます。そして国取りの、うん、報酬も見てると、獲得ポイントで、超限界突破の賞が1、2、3冊落ちるんだよね。そしてランキングでも、個人総合か、個人総合でもね、ここでまあ、例えば750以内で2冊いけば、これで5冊、で、ミニで6冊いけるんで、うん、まあ、なんか、普通に、自分の実力的には超3はいけんのかなと。そして最後ね、これ郵便もねやれば超4はなんか結構いけんのかなっていう感じで、うん、なんかそこそこいいなって感じがしますね。で先日のドロップ初ドロップでねコメントがすごいいただいてですね、結構もう星、あやった金だ、イザナミゲット、イザナミがなんと超限界突破3になっちゃいましたラッキーなのか、うん、結構ね星1でもね落ちましたよとか、うん、星、3でもね8突しましたよとかね、結構もう星4で5突したとか、結構ね結構ねいつもよりドロップ率がいいなって、星1でもね結構落ちてるとかね、星6じゃなくても結構落ちてるみたいなんで、まあちょっとね、星4とかで、緊急で回ってね、どんぐらい落ちるかっていうのをちょろっとね、そいつもやってみたいと思います。はい。はい、そんでね、これか、討伐で、これね、難易度1だ、1でちょっといきなりやっちゃうのもあれなんだけど、まあまあいいや、やっちゃおうということで、アイテムドロップアップは意味ないと分かってるんだけど、これでやっちゃいます。5倍。これで、どんな感じなんだろう。はい、行きました。6個。5倍失敗かな？あ、金がない。あ、でもマイルコイン5個とかなんかそんな、あれなんだね。うん、なんか失敗してる感じはあるな。ああ。ちょ、宝箱の中身はこんな感じ。金が出たらね、こういういいチャンスがあったんだけどね。金ということでこんな感じでしたね。マイルがでも5個ゲットできたんで、どうなんでしょうね。はい。まあ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 。今後ね、自分のレベル低いんだよな。お宝レベル低いんだけど、うん。これ上がっていくともっといいんだろうなっていう感じがするけどね。うん、ここでもまあ限界突破の賞をゲットできるチャンスはあるんだね。うん、はい、それではね、緊急そうだな、4で周回してどんぐらいやれるのかちょっとやってみましょう。5分間だからね、用意ドン。さあ緊急バトルスタートでね、4がね、まあ、10なんで、まあ、4にしましょう。そしてどんどん回っていきましょう。3倍はねちょっとごめんなさい、使わないでやってみようかな。いや3倍もじゃあ使うか、ちょっとやってみましょうなんかね今結構いろんな人聞いてるとドロップかなりしてるんで、
うん、だからまああのやっちゃった方がいいような気もするんだよね。最初はね星6とかで回るよりも、うん、緊急じゃなきゃ出ないんでね。あ、ちょっと戦い方が悪いな。さあ1体目どんどん行きましょう。さあドロップはならなかった。じゃあ30倍も使っちゃう。1体1分だな。ああヘボなんでもええねん。3倍、同盟の体力256 同盟の体力めっちゃ残しておきました。これでいきましょう。3倍海洋圏は1日9回なんだね。うん、だからまあ1時5時があれだから、これ本当はここで倒さないで手動でちゃんとやらないと2回倒すことになってね、無駄なんだけど、まあ1回って感じだよね。はい、2回目。ただ今回3倍だから多分ゲットできんじゃないかな。お、ゲットできなかった。さあ行きましょう、どんどん行きましょう。3倍強だって検証してるからなんかボコボコ落ちてほしいんだけど、そんなことはないのかな。うまいこと回ってほしいんだけどな。ちょっとあれだよな。あー、ダメだった。やっぱちょっとタイミング難しいね。さあ3体目。 OK、 2体目ゲット。さあどんどん行こう。そりゃ落ちてくんないと困るよね。あと2分、あと2回はいけるね。うん、できたらもう1体ぶっ込みたい。3回行きたいな、できたら。タイミング合えばいいのにな。3倍火曜券今使ってるから。いや、これで本当はもっとうまくやればもう1回戦いたいな。あ、そう、これのワルドリン打たなきゃもっと早く倒せるのに。まあいいや、ここでストップして。あ、もう回復しちゃったよ。そう、オートやめたらもっと早くいけたな。さあさあどんどん行こう。序盤はねこれでいいと思う。よっしゃ、連続ゲット。やっぱりな、入れ食い状態になる。星4で十分いける。さあ行こう、どんどん行こう。あともう2回戦いたい。なんとかもう2回戦わせてくれ。ここでオートを切ればなんとかならないかな。で、ガオウ戦が来たらガオウ戦打って。あ、ダメだ、くそ難しいな、弱すぎるんだな。やべ、今で終わっちゃったかな。もう一丁来い。あー、来なかった。もう一回行かして、入るか。まだ入った。ラスト行きましょう。ちげ、よっしゃー、ミニ体力の書もあんだ。さあどんどん行きたい。もうどんどん行っちゃう。どうせ回復しちゃうしね。もっと早くな、ここで打てればいいんだけどな。 OK、 さあ来い。あー、来なかったか。もう一回いける。お、もう一回来てくれた、ラッキー。
独占いきましょう。ちょっと最後の方も落ちないね。じゃあラストなんで、これラストやりましょう。なんかもったいないな、もったいないけどいいや、しょうがない。ちょっと采配ミスしたね。さあラストですね。あ、使っちゃった。はい、じゃあラスト、どんな感じ。あー、まあ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 、お、群馬湖 S まで行ったということでね。ポイント的には気に入らないけど、ウェス・マーロマンが、どこだろうな。あ、2体か。2体落ちましたね。なんで、どうなんだろう、このやり方、どうなのかなっていうところあるんだけど。はい、そしたらね、昨日の時点で3突して、今日のね、分も、やっていきたいと思います。3倍消費ね、10回あるんで。まあ、結果はね、また、教えたいと思います。まあ、4がね、4より3の方がいいのかな。一応ね、10回だからな、あの3倍な。それで3突。他の人はね、もっとね、結構コメントだともっと落ちてる感じはあってね。これが一番回りやすい感じはありますね。じゃあちょっと結果をします。はい、ちょっとね、時間が来ちゃったんで、今回これで終わりにするんだけど、まあちょっとね、6でね、何回やっても近畿が出なかったんでね、またちょっと今度やります。で、あとまあね、3倍があと4回残ってるんで、まあちょっと出た時にね、6、検証したいなと思います。まあちょっとね、最初のボーナスは終わっ、初日のボーナスは終わって、初日で9回で、9回の3倍で2回落ちたから、まあ自分はそんなとこだけどね。2日目はね、6回でドロップ0でしたね。まあもう、自分は6で気ままに、3倍やればいいんじゃないかなっていうね、そんな感じで。まあドロップイベントはね、ほんと当てにならないからね、いい時もあれば悪い時もあって、気長にね、頑張りたいと思います。はい、ということでね、自分は、まだ3突なんだけどね。1日1突でいいかな。なんか、ちょっと初日のフィーバーに、踊らされちゃったけど、まあ1日1突目標でね、まあ10突すればいいんでね、この日程でね、頑張っていきたいと思います。はい、じゃあすいません。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。そしたらね、皆さんよろしければね、突った情報、コメントなどね、教えてくれればと思います。はい。じゃあそれではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。バイバイ。